皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2023年4月の8日、20時35分、まあプロ野球界の方たちへのメッセージで、今日これよりも若い番号のところで、1時間近く喋ってる動画があったと思うんですけども、まだ言い足りないのかということで、お伝えすることがある、ちょっとあったので気づいたことが、ヤクルト戦ですけども、ランナー1塁か1、2塁の時、1塁の時だったと思うんですけども、バントをヤクルトの選手がしてくるところの場面で、才木投手はかなり高めのボールを投げて、2ストライクまで追い込んで、ノーボール、2ストライクの場面だったんですよ。で、解説席の人たちが何を言い始めていたかって言ったら、大真面目な顔でね、僕もその試合の時はこんな状態じゃないですよ。ほぼ全く笑ってなかったんですけど、ちょっとだけ笑ってしまったことあるんですけど、ここでバントを決めてくれたら盛り上がるんですけどね、っていうことを言ってたんですよ。僕も頭の中で一瞬、工業のことが頭の中よぎって。で、そのバットもね、だいぶ立ててきて、無理やりバントしに行っていて、ツーストライクまで追い込んでたから、もうこれはもう大丈夫だろうと、バントしに来ても、多分アウト取れるなとは思ってたんですよ。そこはね、ファールとかね、バントっていうところで固定してなかった部分も、僕の頭の中の考え方として一つの欠点がある。で、もう一つのところの部分として、ヤクルトの選手もね、相当それを練習してきたんじゃないですかね。あの選手だけかもしれませんけども、高めのボールに対して、バットを立ててバントをするっていう。もう映像見たらびっくりしますよ。これぐらい立ててますから。もう、45度以上だから、90度って、こっからここまで90度ぐらいじゃないですか。もうこれぐらいバットの構え。もう、普通に、バットを構えた時の顔の横を通過するぐらいの高さのボールを、バントするときだいぶ腰落とすでしょ。だから、構えた時の頭の上ぐらいのところをバントしに行ってるんですよ。で、バントを決められて、さすがにその時も、嘘ってなりましたね。現実的に決められてるから、嘘じゃないんですけども、アウトにはできるかなのところは、ちゃんと合ってるんですよね。アウトにはしてるんですけど、ランナーは進められてるから、ノーアウト二塁、そこはもう一回気持ち、切り替えて、無失点で、とにかく抑えなきゃなんないと。すごいことしてきたなと、その前。ヤクルトスワローズのベンチ、監督さんとかを鼓舞してたし、その時僕の頭の中では、ちょっと前の試合と、その1ヶ月ぐらい前のインターネット記事のことを思い出したりもしたんですよ。そのノイジー選手なんですけども、記事ではね、監督からそのバッティング練習の時に、バットを立ててこいということを、言われたみたいなんですけども、ただ、バットとは書いてなかったと思うんですよ。立ててこいって言われたみたいで、だからそこは、僕のその提唱する打線のつなぎとかのところを優先して、ちゃんとしたヒットを打つっていうことで、立ててくるっていう形で、とにかく柵越えをすりゃいいっていう形じゃない、ちゃんとした実践的なバッティングっていう形で、ヒット性のものがとかいうような記事だったと思うんですけども、その監督が、その尾形さんが言ってた、その立ててこいっていうのは、こちらのことかなとかも思ったんですよ、その野球の仕方として。ただ、神宮とかは球場狭いですから、もちろん、東京ドームもそうなんですけども、別の動画でこれは言ってますけども、変化球とかはやっぱり芯で捉えたら、それはもう、パワーある人だったら、ホームランにはそれはしやすいです。中野選手や近本選手みたいな、その身長170センチぐらいの、小柄とされる選手の人でも、やっぱり引っ張る打ち方、力強い振り方でいくと、変化球だったらやっぱりホームランにできますから、木のバットでも。
まあちゃんと体筋肉搭載した人たちっていうことになってくるんですけども、やっぱりその場面、その頭の監督のベンチ、ヤクルトのベンチ、ずっと立ててこいが頭の思い出してしまって、バッと立ててきて、顔面付近の、バンドの仕方ね、それ僕も昔自分で説明したことあったと思うんですよ、特に2011年以降の SD カードで送ってる時に。こういう風に立ててストレートのボールとかだったらこれも対処しやすいし、高めのボールに関してですよ、いきなり最初から立ててたらこれ絶対この低め投げ込まれた、こう動かし始めたらややこしくなるから、本当はまあ今この構え方だと左バッターなのでちょっとちゃんとしておきますね。こうバントってね、こう構えた時に足腰の上下で高さを合わせてバントするものなんです。で、基本的にバットの一番ヘッドのところ、外角の、ホームベースの、芯のところをそこに持ってくるか、バットの一番先っぽのところを、その外角の、ホームベースの一番端っぽに持ってくるかは、人それぞれだと思います。これは練習の時からしっかりと定義決めておいて、どのあたりのボールだったらこう絶対バットを引けばボールかストライク、これをまずしっかりと分かっておくと。であとは基本的に足腰の上下なんですよ。手で動かし始めると打ち上げてしまったり、こう例えば、バットはボールの下とか、大体そのパターンの時は低め投げられた時なんですよ。バットこう動かしちゃダメなんです。基本的にこうなんですよ、腰。これでもこういう風な形でバントする人もたまにいます。これは慣れてるんだったらそれでいいと思うんですけども、基本的にはこうなんですよ。これ視線がね、目でボールを見るじゃないですか、ボールを。目でボールを見てるから、これだとボールを見っぱなしのままこう当てるところ、バットの芯のところ、バントするところ、それがこうすごい合わせやすいんですよ、この方が。ここをこうすると、こう目でボールは見てるんだけど、バットが自分で見えてないでしょ。これだと、これの状態だと、バットが自分で、大体の位置がすごくよく分かって、こう手をちょっと前にすると、これもあまりしすぎと良くないんだけども、最後当たる瞬間までちゃんと見えるんですよ。で、こう、モーションぐらい上げるときって、多分、当たる瞬間、あれ、見えてないでしょ。ちゃんと。で、高めのボール、才木投手が、バント、ショーフライとか、去年の阪神タイガースの試合なんですけども、最初の方、相手がバントの構えでも、とにかく僕はダブルプレー狙いっていう、今笑って言ってますけども、その試合、これ、大真面目ですから。で、それで、ショーフライ打ち上げさせて、ファーストに、ちゃんとキャッチャーも状況分かってるから、すぐにファーストに送球して、ゲッツー取ったり、もうあったんですよ。最初の方の試合に。だからその方向性を、その辺のところは神がかり的な力かなり込みなんですけども。だからもうその辺のところの対処方法として、バットを立ててくる。そうすれば、この方法だと、確かに打ち上げることはまずないと思うんですよ。バットのサイドに当たって、こう、ファウルとかに横に飛んでいったりすることあると思うんですけど、これで空振りし始めたら、もうどうしようもないと思います。ただ、これ難しいです、してることは、本当に。途中からこう、いや、あれ、最後の打席どうでしたっけ？ツーストライクを追い込んだとき、あれ、ノーボールだったんですよ。普通ノーボールまで来たら、バントするかどうか、しっかり腹くくってなかった。自分の中でまず迷ってしまうじゃないですか。バッターの方が。バントで行く。監督とか選手からの指示、選手とか、監督とかコーチからの指示、サインで、するべきことっていうのははっきりと定義つけられて、
そこはそこではっきりするとは思うんですけども、基本的にバントファールでももうアウトになる場面だから、普通ツーストライクで特にノーボール、かなりハードルが高い状況じゃないですか。だからそこ、その絶対ゴロを転がす、多分また高めにボールを投げてくるのところで、バットを立ててくるっていう、ただそのときベンチなんかも監督の姿ずっとで立ててくる、いろんな意味、まあ、解説席の人の言ってるその工業的なところでもお客様を立てるの意味にもなるし、もう見てる方としてはすごいから、本当にノーボールツーストライクであんなボールバント決めてくんのって、そもそも普通の人あんなところバット行くよ、ある意味その辺のところはもう試合中本当に僕なかなか笑ったりしないんですけども、まあ、笑うことってまずないんですよ本当に。去年の試合でそのペナントレース中の試合2、3試合中にもうどうしようも我慢の限界来て、いやこんなにヘラヘラ笑ってないんですよ、ちょっとこう頭の中でこう笑うというか、こう言葉には絶対出さない、ただ頭の中ではもう笑ってしまってる、でそれはないやろっていうような部分。ただもうあの勝負は本当は意地と意地のぶつかり合いなんですよ。だからあの時にバント決められた時にこれはまずいなって思いましたね。あんなむちゃくちゃなボール、その腹くくって、絶対バントしてくるつもりで、してきて、で、決められてると。これはまずいっていうことで、こちらも本当に細心の注意を払うような形で、まあそのイニングはなんとか、まあ得点されなかったんですけど、最終的には中継ぎ陣の人が打たれたんでしたっけ、1点取られて、追加点、3対1という形で負けてるんですけど、まあ途中の攻撃なんですけど、ランナーが溜まっていて、得点できなかった時に多分ロッテの方に得点がいってたような形になってたんじゃないかなと思います。あと、ね、ヴィッセル神戸の話にもなるんですけども、ゴールキーパーが、前川なのか、なんか、レッドカードで退場になったみたい。途中まで1-1で、これ多分1-1で終わるんちゃうかと。お互い様子見みたいな形で、勝ったら勝ったでややこしい話になってくるから。淡井さんのことなんか今までの件とエネルギーの残存量も例えば法律込みの話してる最近動画の説明なんだまあ春山整骨院関係のところですけども、あと外から絡んでくる連中とか、法律面出してきてるっていうところまあそれが抑止力だと思うんですけども、まあちょっとね、僕もその動画まだ見てないから何とも言えないんですけども、だからね、その前川選手なのか、阪神タイガースは前川選手ですよね。ヴィッセル神戸のゴールキーパーが前川選手で、これ試合同時進行これね、以前もその、その、去年は別にレッドカードではなかったんですけども、もしかその辺のところが影響を受けて、キーパーの人が、まあ、それで失点したんちゃうかな、っていうような、そう感じた試合もあったんですよ。だからね、去年、阪神タイガースの試合しながら、その、ヴィッセル神戸の時間帯になったら、阪神タイガースは得点取れないんですよ。ただ、ヴィッセル神戸の方が得点を取るっていう形で、で、名前も間違えないように気をつけていましたね。また忘れてますね。ヴィッセル神戸のゴールキーパーの人が、前川なのか、もう一回見るか。ラグビーとかバスケットボール、バレーボール、日本代表選手。
点つくのかつかないか。おいおい多すぎる。いろんな意味で。あれ、それはそれでね、うん、まああのごめんなさいね、またあの違う話にそれで何回も同じ話されてる人はあれかと思うんですけど、もうこれぐらいにしておきますね。とにかくあのヤクルトの選手の人のそのバットを立ててきてバントする方法っていうのを、まあストレートのボールに対して横の変化球じゃないボールに対しては、まあ高めのボールに対しては、まああの方法は有効的ではありますね。そのボールを転がしやすい。ただまあ、何回僕の方でも考え直しても、ノーボール、ツーストライクでしょ、それ。そこはバットいいって、ボールカウント稼がなきゃ、ダメなところでしょ。もちろん、その後僕もちゃんと気を引き締めて、細心の注意を払いながら、あの、言葉のワードとかもいろいろありますけども、まあ、なんとか、あの、佐伯投手、追加点取られなかったと思うんですよ。ですよね、佐伯投手がマウンド降りてから中継ぎ陣とかに変わってから1点取られてますから、だからね、あの時ヤクルトスワローズがその得点できなかったのはバンチャー痛く行かなかったのか、最終結論としては試合は勝ってるじゃないですか。だから別にあの場面で普通に考えたら流れ的な部分だけで言うとそうなんですけども、野球の本質的なところで見るとそこバッターどう考えてもいいと思うんですよ。それみんながみんなでノーボール強さ意地の張り合いってバンと死に焼き始めたらもうどうなるか分かるでしょ。これ回数こなし始めたら絶対誰かどうせファールになって絶対解説席は解説席自分たちで言っておきながらここでそれでバンと決めれたら盛り上がるんですけどみたいなこと、それ今まで言ってきた人何人もいるんですよ、何人もいるんですけどね、そこでねファールしたらするでしょ。解説席2人いるでしょ、言ってない方の人。いやまあ今のはボール球ですよねってこう遠回しに言ってくるんですよ。小中学生とかまあ初めて高校生になってから初めて野球をする人はなかなかいないと思うんですけども、まあ身体能力が高くてまあ高校になってからあの野球に転向しようと思ったとか、野球のこう魅力的なところに気がついてたとか、まあそういうふうなあの方がたまにいらっしゃるかもしれませんけど、基本的に小中学生向けで、解説席でそこだけ言わなきゃなんない。ノーボール、ツーストライクであんな高めのボール球来た。普通すんなりバット行かなきゃあかん。際どいところを絶対バントしなきゃならなくてバントしに行く。それは理解できますよ。だけども、セオリーから話す。ごめんなさい、まだ話したいことがあって。もうこの、ちゃんと言います。この人が言うときはどうせ何かあるって思っといてください。清原さんのストレート要求。意地の張り。そこまでさっきりして。絶対バッターの方が言う。ちゃんと僕は心の声で藤川球児と。そこは絶対フォークも。世の中そんなに甘くないっていうこと教えとかいろんな人たちに対してそんな神がかり的な力だけでどうにかなるかって言ったら、そもそも物理的な法則をね、この世を作ったという神様がいたとしたらね、神がかり的な力話を知るんだから、天の太陽を見たらね、天の神様太陽神としてどこの宗教も天の神様が太陽神で一番最高神として崇めてるんです。あんなにすごいもんって、何がすごいかって、何十億年か何百億年か何千億年か知りませんけど燃えっぱなしなんですよ。世界は温暖化、燃えてるっていうことは小さくなっていってるはずだと思いませんか。
燃えっぱなしですよ。あんな理論科学の世界で解明できるかって言ったら無理でしょ、もう絶対でしょ。じゃあ宇宙という巨大なものを作った存在がいるわけじゃないですか。で、物理的法則っていう、みんなちゃんとちゃんと分かる。もう野球選手とか野球マネたちとかだ、デッドボールとかね、例えば内野の守備練習とかでも体で打球を止めろとかいう先輩とか、あの燃え上がってる時のあのもう監督とか後ろに反らすなっていうさ言われたことあるでしょ、結構みんな。あの軟式から特に始めた人、あんなもん公式ボール体で止めろ、あかんが翔平の打球なんか去年2回190キロ以上の打球速度計測して、あのスピードは多分本当に出てると思う。明らかに打球めちゃめちゃ速いから。特にあの一応ね、メジャーリーグでもね、まあ大谷翔平選手の打球に関しては180キロを超える打球っていうのは結構出してるんですよ、本当に。で、それね、もともとね、もう一回しておきますね。なんかでも、もう同じ話だったらいいやだっていう人はここで緑山高校の話になるんですけど聞いた人は聞いてください。あの僕は小学生ぐらいの頃ね、あの夏休み、あのアニメかな、高校中学生の頃かな、まあ、小中学生の頃、うん、アニメで緑山高校っていうアニメがあったんですよ。漫画がもともとあって、で主人公の二階堂っていう人間が、まあ、とんでもないボールを投げるっていう設定の、主人公だったんですけども、時速が投球、これも人間には絶対不可能ですよ、190キロキャッチャーがもう途中で手腕を持たなくなって、もう ミットをつけてるんですけど、こう下からこう血がこう垂れてきてるっていうさ、あの相手チームをこう名門校とかですごそうな連中とか出てくるんです。ごめんなさいね、あの連中っていう言葉使ってで、こう知りやすそうにね、こう描いてるんですよ。で、バント作戦とかを仕掛けてくるんですよ。ピッチャーに取らせればとか、体力は消耗してきてだとか、いずれ球速は落ちてくるとか、そこからのイニングは勝負だみたいな形でバントしに行くんですけども、バント当てるんですよ。その瞬間当てよったって思うじゃないですか。その後どうなったかって、そのままバント金属バット、ま、後ろのバックネットまで弾き飛ばされて、バントしに行ったその名門高校の選手もう唖然としてるんですよ。もうダメだこれはって、もう流れだけの話で言うと、もう完全にそこで勝負ありの場面、あんなボールどうやって対処せっていう、あれ最初の方どうだったかな、あれキャッチャーが後ろまでそのキャッチングした時190キロも後ろ審判と一緒にこう引きずられるようにこう押し出されるように後ろ下がってませんでしたっけ、地面足を踏ん張って正面にとにかくストレート投げた160キロ以上をコンスタントに出せるレベルを目指そうっていう話をしてたんですよね。で、打球に関してはメジャーリーグでも180キロ台を出す人は結構これ毎年計測されてると、もしかしたら190キロ台出せるかもしれんと。で、今まで一説によると190キロ台の打球を出した人間は何人かいるっていうことだったんですね。もう名前とかもう覚えてないんですけども、多分できるっていうことで、その、まあそれで鋭い打球、速い打球。で、まあ、基本的にそういうライナー性、まあ弾丸、まあライナーの本当の意味は列車なんですけども、まあまあ新幹線が時速300キロ出てる時代ですから、鋭い打球、ものすごいスピードっていう、その表現の仕方でライナー性っていう言い方をするんですけども、そういうライナー性のあたりって、
結局野手の真正面とかじゃなかったら取れないわけじゃないですか。で特に翔平の場合そのスタンドまで届いてしまうじゃないですか。打率の部分だったんですよ、ね、そのホームラン取るときにやっぱり3割超えたいっていう部分、まあその辺のところは去年は昨年達成できてるんですよ。でも去年なんかもう僕の意気込みそれ頭の貸し方とかもう絶対ものすごく大変なことになるっていうのは分かってるんですよ、分かってるんですよ。それテレビ見ないな、見ないでしてるからそれね、最初の意気込み、僕の YouTube 見たらびっくりしますよ。そのバリー・ボーンズさんのね、あの73本の記録を更新するのを目標として80本って言い切ってるんですよ、今年の目標。もう最初から意気込み、それもじゃなかったらもうほんと体の方がきつくて、もう頭の中をかしてするのとかももう辛くて逃げ出したくなるっていうのが、これがもう心境なんですよ。試合を勝ちに行ったりとか、まあ、そういう総合的な部分とかで、そういう大変さのある中であんなこと YouTube で真顔で大真面目に言う人間あの人はあの人でちょっと勝負の世界に入りすぎてるっていうか、もうどう言ったらいいんですかね、もう本当とんでもない勝負師が現れたと。まあけどそれぐらいの意気込みでかからなかったらね、やっぱりああいう成績ってもうしかも二刀流で10勝以上上げて別の角度から見たら君はどれだけ欲深い人間なんだってこう言われかねないみたいな、あまあその辺のところはね、まだお金無一文のところの話でまあだからどうあの結果が出せるってわけでもない、それは違いますよ。もう物理的な法則の方の話ですよ。160キロのボールプラスフォークボールしょっちゅう、もう翔平もあの調子いい時本当もう30センチ以上落差カコーンでボールを出してきて、しかもさ140キロ半ばとかのフォークあんなことされたらもうはっきり言ってストレートとフォークボールだけで、まあ皮膚の方がね、あの持つ持たないの話とかがあるから、あとまあ緩急とかつけたりとかで他の変化球とかカーブとかをたまに投げたりとかスライダーを投げたりとか、まあ横の変化もうあんなにねバリエーション上から下まで横のスライダーも含めて、あと縦のねこう緩いなんかスポ抜けからみたいなボールが来てこうストライクゾーンに入れてくるってこうややこしいボール本当あんなにいろんなあの緩急つけられたら、もうバッターとしてはね、もう160キロのボールを投げてくる人ってもう手からボールが離れてくる頃にはもうテイクバックなんかもう終わって、もう足踏み出してもうスイングの指導をしてなかったらもうどうしようもないんですよ本当に。後からそこはそのあのカーブもね簡単にストライク取られたりするのも緩いボールだから止めてる部分もあると思うんですよ。あと高さ的にもこれは違うって。だけどもうここまである程度勢いついてこう止めてるから、もうそこで再始動なんかできないんですよ。でこのフォークボールもね、あれもうストレートの軌道で特に140キロ台のフォークボールなんか投げられたら、もうそれストレートにしか普通見えないでしょ。だからもう絶対振りに行ってしまうし、ストライクゾーン特にこうもう本当に自由自在にフォークボールをコントロールできた嫉妬のない状態、本当にそれでその試合を進めれるんだったら本当にもうバッターはどうしようもなくなる。なぜならど真ん中にそんなフォークボールを投げてこられたらストレートの甘い球来たにしか見えないんですよ、バッターからしたら。これを仕留めなかったらなかなか他のボールではヒットができないことぐらいもうみんな分かっていてバッターボックス入ってるからそれはそれ打ちに行くしかないの条件になってくるんですよ、バッターの立場としても。でそれを振りに行ってやっぱりフォークボールでしたの状態で空振りになってしまうっていうそこは10勝できたり10勝以上できたりしてるのはちゃんと翔平の場合は160キロ以上のボールを投げて、で、フォークボールの嫉妬してる時はたまにやっぱりあります、人間だから。それはプロの世界で他の人も嫉妬してる時はあります。でそれを打ち損じてる人もそこそこいるんですよ、バッターでね。そのまま見送ったりだとか
本当にうちに行ってるんですけど空振りしたりとかファールになったりだとかだからね高速スライダーもそうなんですけども横の変化とか縦の変化とかまあやっぱり速いボール投げれる人の方が、絶対的に優位ですね。ごめんなさいね、野手の人の話から離れてそういえばそうだったって思うでしょ。時速190キロのその話、打球速度体で止めるの話、そんな打球速度体で止める話もうどんなことになるか分かんないから、もう時速150キロのボールって万力でねこう赤いレンガを固定してこうバッティングマシーンの時なんですけども、それ固定して置いといてね、球速をちゃんと測りながら赤いレンガはどうなるかって砕けるんですよ。もうあれ確率ほぼ 100% だったと思いますよ。砕けてないところの映像の方を僕は見たことがないですね。だから硬式ボール自分で触ってみたら分かると思うんですけど、こんなに硬いのって、これ体で止めろってさ裁判所の法廷に出されるよ。どう考えても危険すぎるから、それは本当に。打球速度は基本的に投げる速度より速いですから、でボテボテにね打ち取ってるゴール、あんなはねもちろんすんなりグローブで取って送球しなかったら、それはそれでいちいち体でそれは体で止めても、まあそれは骨折とかないでしょうけど、ボテボテのゴールとかね。だけどもそれ来るまで時間かかってるから、そこで前に落としてたから、ね、それはそれでまあそ間に合わないから、硬式野球で体で止める話はなし、それ野手でそれ本当に危険だから。だからね一応翔平には以前言ってたのは、バントの練習はしといてほしい。で、場面によっては、ちゃんとバント、セーフティーバント決めに行かなあかんって。それはワールドベースボールクラシックがそうなんですけど。で、メジャーリーグでも、翔平、状況に合わせて、ちゃんと技チームでプレーする方だし、バッサーやめときますっていう話、これちゃんと、それどうするって、そのバントの構えしてたら野手陣が突っ込んでくるでしょう。これね、両サイド側の野手がこう突っ込んできた時に、そうバスターでね、190キロとは言わなくても、翔平だったら結構な確率で180キロのまた近距離でしょ、初速の方でその打球だから、体にもし当たったら、その180キロのボールが体に当たる可能性があるから、さすがにバスターやめとくって、本当はバスターって意味殺すっていう意味だから、それやっぱりやめといた方がええわっていう話もしてるんですよ。その辺のところはね、ただ一般のプロ野球の世界で、天の神様への安全のお祈りの話とかを聞いて、自分たちが知ることが正しいかどうかとか、いろんなことを総合的に考えて、何が当たりかのところで、一応バスターの元々の定義とこれマッチするんですけども、バスターって元々打球を転すためにバスターをするんですよ。だってバスターするときって大体ヒットエンドランかかってったりするじゃないですか。バスターエンドランっていう言い方の方が的確なんでしょうけども、ランナー走ってるでしょ。であとは上からそのボールを叩きつけるような形で、とにかくゴロを打つ、で死んで捉えられたら、高くバウンドとか弾んだりだとか、速い勢いで打球がこう抜けていくっていう形で、それだったらまだ、野手の人で大怪我した、バスターっていうシーンはなかなかないんですよ。去年もね、阪神タイガースの試合でバスターしっかり成功したのは、僕の記憶では1回だけなんですけども、そこはね、監督も
驚いていて、もう僕の考え方もこの場面はバスターだっていう場面で、で本当はそこね、あの選手監督コーチとの意見が一致しなかったら成功しないんですよ。それ他も同じで、あのだからね、バントするときは最初から構えといてほしいもあるんですけども、ただこれねややこしい話になってくるんですけど、明らかに相手チームがこう突っ込んできてたら、それはそれでこちらもしづらいから、本当はそこはっきり分かったらこちらも叩きつける方向でのバッサーに切り替えたい。とにかく打球さえ転がしたらランナーは走ってるから、とにかく進塁は絶対できる。で内野手の間抜けたらもうサードまで、ね、あそこからサードまでいけるわけじゃないですか。本当はね、その転がす方向でのバスターはそれは対応したいの方ですね。まあまあバントを立ててるところの話から、うん、だいぶ話の幅は広がりましたけど、まあまあそういうことです。まあ、僕の方の、うん、対処としたら、天の神様への安全のお祈りをしっかりとしておいてる日には、まあ、バスター仕掛けていっていいんじゃないかなとは思います。ただ、この間の鈴木誠也選手のこう外角のボールをね、上からこう、もちろんそれはもともとバントの構えとかしてないんですけども、上からこうしっかり叩きつけるようなバッティングの仕方で、鋭いライナーを、打ち込んで、流し打ちの方で、それでまあ、外野手の頭の上を越えて、満塁の場面でしたね。なんか、非常に理にかなってる打ち方で、その、流し打ちっていう方向性もそうなんですけど、外角の球を。だそこで速い打球を飛ばそうと思ったら、上から叩きつけるようなもうそういうスイングの仕方なんですよね。低めのボール、その方が死んでは捉えやすいんですよ。でこれを、ホームラン性の打球を飛ばそうと思ったらあんまりこれ言うと良くないんですけども、あの放物線っていう形、まあ実際の角度はね、まあもう25度を超えてきたら大体フライとして処理されてしまうんですよ。飛距離うんぬん、パーうんぬんの話とかが加わってきたらよく分かってくるんですけども、もう30度までいったらもうまず無理ですね。フライとして終わります。届かないです、あのフェンスオーバーまで。まずまあ初演はどうなるか分かんないですよいやだからもともとそのマックス160キロの世界じゃないですか、翔平の場合は。コンスタントに160キロ台を出す方ですから、結構試合、その1試合の間にね、結構な回数で160キロ以上 を彼の場合は投げ込めるから、やっぱり筋力は尋常じゃないんですよ。まあうん、この間の、まあ、鈴木誠也選手 そのバッティングの仕方は非常に理にかなっていて、もしかしたら僕の、うん、指摘してる動画とか、その審判が嘘を言うなっていうところから始まった動画で、その試合中継を撮影していて、で、まあ、この動画の、まあ、この動画を見た方が早いっていうところでね、あの青柳選手ほぼ動いてないのに僕本当にでね、うん、その巨人の選手がね、その阪神タイガース対巨人の試合だったんですけども、その撮影してる2つ目のその日アップロードした、動画で、この動画の、40何分でしたっけ30何分でしたっけ、まあ、それぐらいのところで左バッターの人が、外角低めのボールを、あのボールは、まあ、今年の今の段階としか言えない。僕も今も膝の話を今日してるからこれから先どうなるか僕もよく分かんない。今のところはストライクとして取ってないところなんですけども、例えば2ストライクのところまで追い込まれたら、ある程度のそのストライクの際どいところのボールは振りに行かなきゃならないっていう前提があるんですよ。そしたらもうバットの振り方とかもコンパクトにしなければならないし、長打狙いじゃなくて単打でいいから、そのボールに合わせる形で、ヒットゾーンへボールを、打つと、まあ、合わせるようなバッティングっていう言い方ですね。で
まあ、その巨人の左バッターの選手の人は外角低めのボールをとても理にかなった方法で、鈴木誠也選手の打ち方とはまた違うんですけど、上から すごく思い切り叩きつけるような打ち方とは違うんですけども、それはもうカウント云々とかにもよると思います。ランナーの溜まり具合とか野手陣の位置にもよりますから、非常に理にかなった流し打ちをしてるんですよね。決してこう外野手の頭の上を越えるような打球を目指してるんじゃなくて、ちゃんと内野の間を狙って打ち込んでいくっていう、まあね、本当はああいう風なバッティングっていうのはツーストライクになったら全員ああいう風な対処方法、そうじゃなかったらやっぱり打率3割超えシーズンが終わった時に達成できるかって言ったら、もうツーストライクまで来たらそういう打ち方に基本的には変えなきゃならない。ただ試合展開とかね、まあ阪神タイガースで言うと 3-4-5 と、あとまあ本当は前川選手もどちらかというとタイプ的には長距離打者だとは思うんです。まあバット短く持ったりしてる時とかもありますけども、まあ、もちろんその試合展開の点数差とかでホームランを狙わなきゃならない場面とかっていうのは感度的にもあると思います。もう一番分かりやすいのがツーボールノーストライクで、もう今まで例えばフォアボールとかで出してきて しまってね、例えばランナー 1-2 塁とか 2-3 塁とかでストライク取るのに、まあ、めちゃくちゃ苦労してるわけでもないけども、結構ストライクゾーンにボール投げれてないなと、こう際どいところ際どいところをずっと丹念についてきて、それでストライクかボールかのところで、まあ、カウントはそうなってるっていうような状態じゃなくて、多分次起きに来るだろうなって、無駄なフォアボールから得点されるケースっていうのは、これは野球界で実際ある話であって、これも次絶対もう起きに来るなっていうのが、起きに来るっていう言い方で、まあ、プロ野球業界は通ってますから、もう本当は阪神タイガースの試合とかでもね、何回もスリーボールノーストライクの場面あるじゃないですか。あの時にもう本当にもうど真ん中に多くの人がもう真ん中付近にストレート、しかも130キロ台、もう正直に言います、打ちに行った方がいい、あれは本当に。もうあれはホームラン狙いだから、もうホームランボールだから、そこは本当は打ちに行った方がいい。もう、やっぱり僕も見ていて、頭の中で、やっぱりそう思ってしまいますから、コンピューターを見ている。その、あね、そこでね、ホームラン打てたら、余計ピッチャー対応難しくなってくるんですよ。ボール、先行状態でもうコントロールがおぼつかなくなっている状態でボールが先行している状態でしょう。で、スリーボールノーストライクでボールを置きに行ったら行ったで、思いっきり振ってこられると、思いっきり振ってこられるように見えてしまうんですよ、ホームラン打たれた時って。ピッチャーからしたら、まあ、もちろんしっかり振らなかったら、力入れて振らなかったら、特にインパクトの瞬間とか、その辺のところで、うん、そういう風なホームランを打たれたら、まあ、ピッチャーとしては、まあ、さらに状況は、その精神的にも、流れ的にも、球場全体の雰囲気だとか、まあ、プロの人はね、さすがに球場全体の雰囲気には、あんまり多くの人は、左右されないとは思いますね。慣れてる。ただこ、まあ、高校球児の人たちとか、ああいうふうな全体的な球場全体的な雰囲気に、まあ、飲まれてしまうっていうことはありますね。まあ、これはもうしょうがないと思いますね。あんな大観衆の前で試合することってまずないですし、その得点差、例えば5点差ついていたのに、気がついたら、3点差まで迫られて、でランナーがまだ2、3塁だとか満塁だとか、ここでヒット打たれたらアウト一つ取るのがすごく難しいっていう状況、もうそういう時にはね、もうピッチャーも本当に精神的にかなり参ってる状態ですね、
あ、まあ、スリーボールノーストライク、僕は狙っていったらいいと思いますけどね。どうせ甘いボール投げてくると思いますよ。もうどこの球団の投手も本当は今そうだから。本当まあみんな勝ちに行く方向で、その去年の阪神タイガースの試合の結果とか野球の定義の話とか、もともとそのワールドベースボールクラシックもそういう、しっかりした野球、ストライクゾーンをしっかりと振りに行く、ボールゾーンは、できるだけバット止めると、まあ、そういうしっかりとした野球、あ、まあ、その話をすることによって結果の出方もしっかりと出てるから、だからこそ、まあ、別にワンストライク取られてもまだフォアボールありえるかなっていうところが、まあ、バッターの方にもあるのはよくわかるんですよ。よくわかるんですけども、まあ、例えば最近の試合だと佐藤輝明選手とか、まあ、打撃の調子良くなってきてるじゃないですか。で、近本選手もそうですし、まあ、中野選手とかは前川選手もそうですけども、まあ、最初から、バッティングの調子がいい状態で、進めてこれてる、まあ、今までの9試合を総合的に見ると、あと大山選手も打率は上がってきてるから、まあ、もうそろそろっていうところですよね。まあ、狙っていくにしてもやっぱりカウントっていうものはすごく重要ですから、起きにくるハーファイボール。だからもうバッティングセンターとかで、その僕もすごくしょっちゅうバッティングセンター行ってた時期がありましたから、あんなボール絶対打てるじゃないかっていうのはあるから、あれは力んだりとか、その別にもうねえ、どうせもう今もほぼストレートでもうみんなど真ん中かなりボール投げてきてるでしょ。スリーボールノーストライクの時、どこの球団だった、あれは振りに行った方がいいとは思いますね。僕なら狙いますね。特に球場これ絶対あります。東京ドーム、神宮、ペイペイドームのラッキーゾーン、それ狙いに行かなかったら何狙うのっていう、それ一番スリーボールからそのストライクを取りに来るそのど真ん中のボールはもう絶対もう一番ホームラン打ちやすいボール、誰がどう考えても、それこそ物理的法則的にもそう、絶対威力もないボールに、そもそも全力で投げてないですから、そのカウントで全力でボール投げたで、ボールだで、ボールで4球連続でボールゾーンに投げ込んだら、それはそれで解説席にも言われる、それはもうほぼほぼ言われます。それは見てる人たちもみんな大体それはさすがにみんなもうダメだな、もうストライク入んないなこのピッチャーはって、もうほとんどの人からはそう思われる。だからね、そこはピッチャーとしても次はさすがにストライク取りに行かなまずいなっていうのはあるから、そこは本当にまあ球場の性質かも込みでももうそこは絶対もうしっかり振りに行こう、あとはライナー性なのか、打球の方向性とか自分の中でしっかりと打ち込む位置をしっかりと決めておいて、野手の外野手の、位置を見といて、まあ、ライナー性でも自分のパワーだったら、まあ、ポールから、まあ、10メートル、20メートルあたりの位置狙って打ち込むかとか。まあ、大体そのあたりですね。狙いどころとして。それだったら大体、まあ、もう、長距離打者タイプの人、まあ、阪神タイガースで言うと、森下選手、大山選手、佐藤輝明選手、まあ、前川選手も、まあ、バットの持ち方、まあ、ただそれあんまり言うと、バットの持ち方見た瞬間、明らかにバレるから。
わかるから、まあ、ただね、バット短く持っていても、しっかり振れば、あの体格だったら僕はホームラン、そのライン際10メートル、20メートルのあたりを狙って打って、で、そのあたりにボールを飛ばせば、芯で捉えていれば、まあ、フライにさえならなかったら、まあ、ホームランにはなるでしょうね、さあ先の3つの球場に関しては。だからもう甲子園とかで風があるときにどうするかとか、その辺のところを、手堅く、それでももう、イチローさんみたいに合わせるバッティングの方で、もうそこ、あんな真ん中付近の130キロ台なんか、その辺の高校生でもできるでしょ、ヒット。あれぐらい簡単に、内野の頭さえね、超えてくれたらいいんだからって、ポーンってこう、打つような形でね、こう合わせるようなバッティングで。だからそれで、外野手の真正面にさえ行かなければいいわけですから、なんか、こういう風な間か、それか、ライン際のところを、ある程度のところを、ね、だからそれも外野手の位置によってですよ。右に寄ってるか左に寄ってるかね。だから真ん中のボールだから、まあ、右方向でも左方向でも、もうどちらでも選べる状態じゃないですか。もう、そんな好条件整ってんのに、いやもうこの方向で僕も言い出したら、多分試合中にそれで考えてしまうでしょうね。だまあその辺のところで相手ピッチャーがどういうふうに、ボールを投げ込んでくるかのところで、これがあとは一般人の人たちからどう見えるかにもよるんですよ。それを仮に振りに行ってボール球を振ってしまったとしましょう。その時に受け取り方が各自によってやっぱり変わってくるんですよ。例えばランナーが二塁の時だったらファーストが空いてた。だから、もう別に歩かせてもいいやの考え方なのか、それか、本当にストライクがまだ入らなくて。いや、もうこれね、ボールゾーンにボールを投げていて、だから複数の試合僕は取り組んでるでしょ。で、どこかが試合が終わってくれなかったらとか、いろいろなことがあるから、ボールゾーンにボールを投げ込んでいって、時間稼ぎをしておいて、どうにかしようとしている状況でもあるといえばあるという形にもなるんですよ。本能的にも今ストライクゾーンに投げたら、経営者的な考え方の点数の出ての決着のつけ方、サッカー界とか野球界の、ああいうような結果の出方を見たときに、これはもう何かあるなっていうのがあるわけじゃないですか。本能的にも、今ストライクゾーンにボール投げたら、打たれるっていうのは、あると思うんですよね。その辺のところ、神がかり的な力とか状況とか性格だからこそ、まあボール球を投げてしまってる状況でもあるっていうところを一旦気持ち的に頭の中で整理整頓をして、ピッチャーとしてはただそれではダメだと、ファーボールを増やすとそれはそれでピッチャーとしては不利になるっていうことで、だからまあここはもう一回気持ち切り替えてなんとか、アウトを取りに行くんだっていう形で、もうそこまで考えれてる時点で見破れてるんですよ。ごめんなさいね、この動画もこんなに長くなって。まあ野球談義なんかもうし始めたらもうきりないですよ、本当に。もう、スポーツの勝ち負けの話。バレーボールの勝ち負けとかしてる時とかも話もうずっと喋りっぱなしになると思いますよ。こう、試合の勝ち負け取り組んでない、こういう休みの日とかでしたね。もう何の気兼ねもなく。まあそれはもう置いときましょう。もう晩ご飯まだ食べてないんで、さっきの動画の続き、続けて見た人だったら分かると思うんですけど、もう21時30分以上です。